広陵、中井監督が酷暑対策を緊急提言、県大会で許される給水タイム、なぜ認めてくれない。広島県大会での給水タイムとはどんなもの。中井監督、タイムをかけた時に投手に伝令を出すじゃないですか。その時にちょっと水を持ってく。プロ野球はしてるじゃないですか。水とタオル持ってってね。足つったりしたらさらに時間かかるしな。なんで甲子園ではダメなんだと思うんですよね。給水タイムは絶対に設けるべきだと思う。甲子園はほぼ満員の観客もいるし、歓声と熱気で、グラウンドレベルの気温は地方大会と比べ物にならないぐらい高い。今年は猛暑日は当たり前、夜中でも30度近くあって、湿度も異常に高いので、かなり危険だと思う。夏の甲子園でクーリングタイムが設けられた時、5回の休憩を長くするのもいいが、宮城県のように3回と7回に休憩を設ける方が良いのではないか？いいものは取り入れる姿勢を示してもらいたい。スケジュール重視もわかるが選手の健康を優先し臨機応変な対応をしてほしいものだと思う。決まったイニングで給水することが正解ではないだろう。わずかでも水分を補給するとびっくりするほど足のつりが治る。これはあっていいと思う。外野は立ってるだけでも結構暑いですし。高校生の夏休みを利用しているのもあってこの時期の開催なのだからなおさら熱中症対策は考えないと。県大会でできたことが甲子園でダメっていう理由はあるんでしょうかね。甲子園はテレビ放映の関係とか色々あるのかもしれませんがぜひ考えてもらいたい。高校野球も時代の変化に合わせて進化しないとな。地方大会で良い取り組みをしていることは甲子園でも取り入れるべきでしょう。暑い中で試合をしている選手たちがいかに快適に試合をできるかを考えることは大事なことだろう。命に関わる気象条件での試合ですから、できることは何でも対策するべき。7回制の導入など野球そのもののルール変更を検討する前に、まだまだやれることがあるって話だな。